ディケーターはアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置するディカーブ郡に属する都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は19335人だった。ディカーブ郡の未編入領域にある多数の郵便番号はディケーターという住所を使っているのでもっと大きな都市と思われることもある。アトランタ市とは地続きの郊外であり、 アトランタ大都市圏に属している。公共交通はアトランタのマルタ線にある3つの駅を使うことができる。リケーター市の公式モットーは地、学校、及び礼拝所の都市である。このモットーは2000年まで地、学校、及び教会の都市だった。リケーター市の名前は DK、トゥールあるいはデカツアーと発音される。1822年、リケーターは インディアンドを日本の交差点に設立された。チャタフーチ側から東にユートイ・クリー国に導くサンドタウンと現在のクレアモント道路をたどるシャローフォードがロズウェル近くで交差していた。町名はアメリカ海軍の英雄スティーブン・ディケーターから取られており、また初期の道路は論理的に名付けられたが間もなく変わったやり方で解明されていった。 1830年代、ウェスタンアトランティック鉄道が、リケーターをその線の中で最南端の駅にしようとした。リケーター市民は、そのような終着駅についてくる騒音、大気汚染、成長を嫌い、その提案を拒否した。鉄道会社は、リケーターの西南西に新しい街を作って、終着駅とした。それが、アトランタ市になった。南北戦争の時、 北軍ウィリアム・シャーマン将軍によるアトランタ方面作戦ではディケーターが戦略的な場所になった。1864年7月、北軍のジェームズ・マクファーソン将軍がディケーターを占領し、オーガスタからの南軍の供給線を遮断した。7月22日のアトランタの戦いでは、南軍ジョセフ・ウィーラー少将,将の指揮する騎兵隊がマクファーソンの市長隊を攻撃したので、 北軍部隊が荷車の防衛に残された。リケーター市の軍庁舎にある標識はこの小ゼリアイの場所を示している。20世紀の後半、アトランタ大都市圏がリカー部軍の未編入領域に広がってきて、法人化されたリケーターの二面を囲うようになった。現在富裕層や中流層の白人がこの地域からさらに遠隔の郊外部に移動している。 1960年代と1970年代には資産価格が急激に低下した。しかし、最近では長期の中心街再開発計画が実を結び、アトランタ中心街まで容易に行き来できるトレンディな多目的小地区に変わったこともあって、経済活力を取り戻している。過去20年の間にアトランタに近接しているにもかかわらず、小都市の感覚を残す。 進歩的な都市に市民が高度に関わっているという地元、全国の評判を勝ち得てきた。リケーター氏は、北緯33度46分17秒整形、84度17分52秒、北緯33.77139度整形 84.、84.29778度、33.77139-84.29778に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は4.2平方マイルであり、すべて陸地である以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。教育のレベルはアトランタ大都市圏の平均より高い。住人の56%は学士以上の学歴があり、27%は修士以上となっている。リケーター高校。 ディケーター市教育学区が市域内の幼稚園から12年生まで公共教育を担当し、小学校4校、4年生と5年生の学校1校、中学校1校、高校1校がある。ディカルブ群教育学区はディケーター市を囲む群内未編入領域を管轄しており、市域近くでウィリアム・ブラドリー・ブライアントセンターを運営している。ディカルブ群公共図書館が リケーター市長を運営している。リケーター市は市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。市政委員会の5人の委員は任期4年間、2年ごとに半数が改選される。2人は市の南部から、2人は市の北部から選出され、残り1人は市全体を選挙区に選出される。組織化のための会合は毎年一月に行われ、5選で市長と、 市長代行を決める。その任期は1年間である。市長は別の選挙で選ばれる役職ではない。市政委員会は専門家の市マネージャーを指名し、政策や指示事項の実行と日々の管理を行わせる。企画委員会、区割委員会、歴史保存委員会など市政委員会が指名する市民による委員会もある。ジョージア少年社法省が ディケーターに近いエーボンデールエステーツにその本部を置いている。ジョージア州捜査局がディケーターに近い未編入領域にその本部を置いている。アメリカ合衆国郵便公社が市内のディケーター、郵便局を運営している。ディケーターの中心街と住宅地区は歴史的な建築物で埋められ見どころが多い。カキリストは主にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。 ものだが多くは民間の所有であり外観のみ見られる。リケーター氏は姉妹都市インターナショナルが指定する姉妹都市3権を締結している。ありがとうございます。